モスポイントは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南部メキシコ湾岸、ジャクソン郡の都市である、パスカグラ大都市圏に属している。2010年国勢調査で、の人口は13,704人だった。2005年にメキシコ湾岸を襲ったハリケーンカトリーナの進路では、風が強い東側にあたり、市の大半が水に浸かるか破壊された。このために人口が激減している。 モスポイント市は、北緯30度24分40秒整形、88度31分31秒、北緯30.410999度整形、88.525140度、30.410999-88.525140に位置している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、市域全面積は26.8平方マイルであり、 このうち陸地25.0平方マイル、水域は1.8平方マイルで、水域率は6.61%である。ミシシッピ州のメキシコ湾岸、モスポイント市は右端にあり、パスカグユラの北、アメリカ国道63号線に沿っている以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。モスポイント市の公共教育は、モスポイント教育学区が管轄している。 犯罪統計は2010年から取られている。年間平均で、合姦16件、強盗31件、過重暴行71件、野党411件、窃盗311件、自動車、泥棒70件が起きている。city-data.com による3年平均犯罪指数は、人口10万人あたり615.8だった。 アメリカ合衆国平均は309.2である。2005年8月29日、ハリケーンカトリーナがニューオーリンズ中心部の東30マイルを通過した時にモスポイントはその風が強い東側にあった。モスポイント市は1日のうちに洪水となるか破壊された。暴風は数時間吹きまくり、高潮は20フィートになったところもあった。ハリケーンカトリーナの被害の後、 バーモント州バーリントンが、モスポイントの姉妹都市となり、必要とされる援助を提供した。ありがとうございます。